JR 山口線の新山口から津和野駅間を走る観光列車 SL 山口号が復活45周年を迎えました。新山口駅で8月1日記念イベントが開かれ、関係者や鉄道ファンが全国でも数少ない SL の走り続けている勇姿を称えました。全国的な鉄道の近代化、合理化を受け、山口線での SL 運行は1973年10月に終えましたが、小郡をはじめとした地域住民の声を受け、79年8月1日に愛称を SL 山口号として復活しました。ディーゼル機関車での代替運行を経て、今年5月から D51 型が牽引して2年ぶりに運行しています。山口線 SL 運行対策協議会の野弘明会長が、昭和、平成、令和の3時代を駆け抜けた SL 山口号は、豪雨災害や車体の不具合により長期間運休する困難な時期もあった。その困難を乗り越え、45周年を迎えることができた、と挨拶しました。8月3日から装着される45周年記念ヘッドマークの披露に続いて、関係者による記念撮影の後、小野会長らによる合図で汽笛を鳴らし、煙を吐き出して走り出しました。ウイローなど山口市特産品の販売や小郡地域で活動する節の岩戸太鼓保存会の小中高生による勇壮な演奏、同地域協議会による SL ポストカードや送り旗の配布が行われました。記念ヘッドマークをつけた SL は12日まで土日祝日に走る予定です。定員245人はいずれの日もほぼ満員です。